今なぜリスキリングなのか。7分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンストゥチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第145回目のテーマは今なぜリスキリングなのか。リスキリング、まあすなわち再勉強この言い方はちょっと違うかな。だからそれまでのノウハウではなくて、新しいノウハウを学んでそれをビジネスに生かすということなんですね。まあ、この技術革新であったりビジネスモデルの変化に、まあ、対応するために新しい知識やスキルを学ぶことということですね。今ここにデジタルシフトという、まあ、だいぶ前に私が作った概念図なんですが、なぜリスキリングなのかと、はい、これもともとはこういう図でして、まさに今 DX をしなきゃいけないよねって言った時に、まあ、ファイナンス経理であるとか財務もインナーのさまざまなものも、ね、コーポレートサイトもそれからもう作る部分でもそうですし、プロダクトの部分でもそうです。あ、これはもう、ね、マーケティングの部分でもと、で経営者自身もしっかり DX にしなきゃいけないよねっていう、そういう図だったわけです。そしてここでももう一度、今なぜリスキリングなのかすなわちここでは、はい、デジタルトランスフォーメーションといっても、これは本当の IT 化のことで、次はバリューズトランスフォーメーションということで、こう価値観の転換にこうどう対応していくか、そして SX というのはソーシャルトランスフォーメーション、そしてビジネストランスフォーメーションということで、まあ私の場合はこれを令和トランスフォーメーションとしまして、まあ新しい知識ノウハウを得なきゃダメだよということを言ってきたと。そしてこれが一番直近ではあるんですが、ご存知のように中島流 DX32 マンダラチャートということで、これも結果的に自分たちのサービスであり、また商品をまあ DX でかけることによって、結果的により優位性の高い商品でありサービスを持ちましょうと言ってきたと。でこれらに対して全部が今なぜリスキリングなのかっていうことなわけですね。さてこれのまたもう一つ、これも私が作った概念図ではあるんですけども、第一次産業革命があり、第二次産業革命があって、そして第三次が、これが2020年より前ですね、はいはい、ジェームス・ワットが、はい、蒸気機関を作ったところから始まって、まあ、石油であったり、まあ、重工業の展開、そこから今度はコンピューターが入り込んできたと。これはもう過去のものです。そして今この21世紀の前半に来たのは第4次産業革命、すなわち IT 化であり AI 化という、まあ、たった2文字で2言で言えばそれだけになってしまうんですが、この第4次産業革命に対応していくためには、先ほどの、まあ、大きな意味での DX 化を進めなきゃいけない、いやいやそれだけじゃないって話なんです。それだけではなくて、会社自身がその、うん、仕組みを実践するために学ばなきゃいけない。それも働いている人たち、社員の人たちにしっかり学んでもらうことこそが、この第4次産業革命に対応することになるし、そして DX を実践することになるということで、実のところは、ダボス会議というのがありまして、これはもうあの世界のいろいろなこう人がこう集まって、それでこう展開するわけなんですが、そのダボス会議において、実は2030年までに全世界で10億人により良い教育スキルや仕事を提供することが必要だという、そういう結論を出している。それはもうバイオ革命でありロボティスクであり、その AI、 さまざまなその変化に DX 対応するためのものということなわけです。まあ、ここまで私が DX、ね、いろんなこう IT 化をずっと進めてきたと、それを実行するためにはこのリスキリングが必要不可欠だと、経営者であったりリーダーたちはこのリスキリングを社内で実行することこそが次なるステージに上がれる理由になると、
やらないことは置き去りにされることだっていうことを言いたいわけなんですが、皆さん伝わったでしょうか。もう一度このなぜリスキリングなのか。2025年には企業の人員の 6% に値する人たちを人員削減しなければならないと言われています。そしてこれに該当しない人たちのうちの半分の人たちは、しっかり自分のスキルをアップする必要がある、知識であるとかノウハウも含めてスキルアップする必要がある。そしてその後の残りの半分の人たちも実は 40% の、新しいリスキリング、すなわちしていかないと次なる時代に対応できないと。2025年までにはもう従業員の 70% 以上にリスキリングを実施する必要がある。そしてそれを実践することがワークエンゲージメントの向上にもつながる、すなわち仕事をやることのモチベーション作りにもつながってくる。ここはだからリスキリングすることによって仕事に対する能動性が出てくる、そしてそれを学ぶことによって仕事ができるようになる自信もついてくる、だからまた次なる学びに展開できるというこういい展開にこう入っていける。これがだからワークエンゲージメントの向上にもつながるっていうことで、皆さん伝わったでしょうか。今、学び直しリカレント教育であるとかアップスキリングという言葉が出てきて、これとこのリスキリングが混同されたりするわけです。でも違うんです。学び直しでもないんです。アップスキリングでもないんです。アップスキリングというのはあくまで今までの延長上です。今ここで言っているリスキリングというのは新たなスキル、新たな学び、ノウハウを学び、そしてそれを新しいビジネスに展開していくっていうところがリスキリングだということで、もう一度言います。経営者の人たちであったりリーダーの人たちは間違いなくこのリスキリングを実践することが次なるステージに上がれる理由ということで、伝わったでしょうか。今なぜリスキリングなのかというお話でした。リスキリング。